TPDST、SKKIV2 ロフと、その分量広告 T、トゥーロフ広告 P、ピンスク広告 S、ツルツク広告 K、クレツク広告 D、ドゥブロビツァ広告 ST、ステパニ広告周辺の主な広告 KI、キエフ広告 V、ボルイーニ広告ポイントは、広告の首都の位置のみを示す。国境線は2014年現在、ピンスク広告は、 ピンスクを首都として12世紀後半にトゥーロフ公国から分離した分領公国である。公国の領土はヤセリナ川、ピナ川、ストイル川、ゴルイーニ川の下流に位置していた。首都はピンスク。12世紀から13世紀にかけてはピンスク公国はトゥーロフ公国と密接な関係にあり、またキエフ公国、ボルイーニ公国の影響下にあった。 ピンスク港という称号は、1174年頃の記述に、トゥーロフ、公やけ並びにピンスク港として、トゥーロフ港とは個別の名称での言及がある。最初のピンスク港は、トゥーロフ港、ユーリーのこのヤロスラフと、ヤロポルクである。ヤロスラフは1183年に、ポロ別族へのルーシ諸港の合同遠征軍に参加した。またヤロポルクは1190年頃に、 彼の結婚についての記述がある。一チィ年代記には、1204年頃にピンスク港、ウラジーミルが、ボルイーニ公国と戦争を行い、侵略されたという記述がある。1226年もしくは1227年には、ピンスク港ロスチスラフが、チャルトリースクで、ボルイーニ公ダニールと戦い敗北したことが、述べられている。また、百二十九年、 ボルイーニ公国とポーランド王国との戦争の際にピンスク公グラジーミルはヤトブヤグ族からベレスチエを守り切った。一方、ピンスク公国はリトアニア軍がピンスクを通過してボルイーニ公国へ進撃することに非常に苦しんだ。また、リトアニアとボルイーニとの戦争に関する記述の中で1247年頃にピンスク公ミハイルという人物が 1262年には、三兄弟のヒョードル、デミド、ユーリーという公家たちが言及されている。なお1263年には、リトアニア大公ミンダウガスが殺害された後、聖教の提発式を受けていたミンダウガスの子のバイシュビルガスが、ピンスクへと逃れてきている。リトアニア大公国をゲディミナスが治めていた時期に、ピンスク公国はリトアニア大公国の一部となった。 1320年には、ナリマンタスの所領となり、1348年からは、彼のこのミカロイウス、バシリー、ユルギスが統治した。ユーリー・セミオノビチが死去するまで、ナリマンタスの子孫が、ピンスク公国を治め、その後は、リトアニア大公ジーギマンタスの手に渡った。1471年、ピンスク公国は、キエフ公セミョーン・オレリコビチの未亡人である。 マリアが一人どの手に渡った。その死後は、マリアの娘向子のヒョードルの手に渡った。1521年には、ジグムント一世が妻のボラスフォルツァにピンスク公国を託したが、1556年に、ボナがイタリアへ帰ると、公国からスタロストボへと改変され、ジグムント二世へ譲られた。1565年から1566年から、かつてのピンスク公国の領域は、 ベレスチエ県のピンスク郡となった。J12-1891-131977ABCDEFGHIJKL3-2005-1433-684 ありがとうございます。